ああ、これはちょっと、朝パチャには厳しいか、これ。何？オッケー。なんだ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 。一旦ホリホリするか。なんだそれ。きた。ダイヤさえ掘れればもうね。あとはもう次の世代に、スティーブ君次の世代に。パスできる。ないないよ、素材が。ない、パンチしかできない。なんだそれ。どけ。いやサミが言ってた今。ほい、ここじゃよ。来たー、ダイヤ。ない、あ、気づいたら勝ってた。スティーブは使うのってむずいの。まあ、練習は必要。やっぱその他のキャラとあまりにも動きがかけ離れてるから、そのスティーブを練習しないとスティーブは上手くならない、やっぱり。なあ、どけ。何この人、何この人、死んでくぞ。マジだ。ねえ、出し投げ入んのこれ。包丁がやばすぎでしょ。何？オッケー。これ横スマだからね。マジでただの、ただただ性能が良すぎる横スマだから。こういうのはまあ、リーブがどうこうって話でもないけど、正直。あ、なんかストック少な。気づかなかった。個人的にステイより麺の方がむずい。いや、まあ、麺の方が、まだ簡単かなーって思うけど。麺なんか、操作が特殊ではあるけど、なんか操作量が多いわけじゃないんだよ。麺って。横 B に強弱があったりとかっていうのがちょっと癖はあるけど。あのキャラ別にそんな難しくないんだよな。結構重量級みたいなもんだし、麺。まあそのね、スティーブはやっぱ独自テクニック多いから、やっぱ練習しないと使えないけど。でもね、その練習しないとむずいってね、当たり前のことなんだよね。多分どのキャラもそうなんだよ。やらないと難しい。だから、一回も使ってないやつと一回も使ってないやつが勝負したら、スティーブはマジで難しいけど、まあ練習してるやつ同士で対戦したら、もう別にみんな練習すんだから、大会に来る人がね、みんな練習すんの当たり前なのよ。朝パチャ対朝パチャ同士だったらさすがに、スティーブ難しいけど。じゃあ難しいキャラかって言われたら別にわかんなくない、それは。それは強くない。簡単なキャラじゃないかもしれないけど。
みんな練習はね、するから、当然。まあそんな練習がしたくないあなたにもおすすめのキャラいます。サムスです。それが B ボタンを押し B ボタンを再び押すと、それだけで相手が吹き飛んでいく。なんて素晴らしいキャラなんでしょう。こいつも素晴らしい可能性が出てきた。パンチパンチ。降りないよと。まあまあまあ、ダイヤが作りたかったんで、ワース。ダイヤ作ったらなんか気持ちよくなりたいからちょっと掘るのやめちゃうけど、ダイヤで掘るのありえねえぐらい早いから、ここでもう一個、次のストックのためにダイヤを作っとくのが一番、悪いな。適当にやっちゃうけど、ちょっと。なぁ。お前のそのパチンコとかいう武器、捨ててこい。34! お前が、なんてこういうことでしょう。うまい。あ、怖い。ダイヤ使いたくない。まあまあまあ、次のダイヤが作れるんで、OK。それ強いの？それ。ていや、あ、なに？そうなの？まずい。まあまあいいでしょ。あいつが立ち回りであんだけハニヤとパチンコを頑張って頑張って頑張って当てたのも、もちろん努力だし、俺がここで B ボタンを押したのももちろん努力。GG。